し遅れましたが、本日総合司会を務めさせていただきます関西学院大学総部放送局の平松光輝と申します。引き続きまして応援団総部顧問岡田大使より皆様にご挨拶申し上げます。本日はですね、大変なお仕事の伸び方新月祭2024応援団総選挙をお越しいただきまして誠にありがとうございます。応援団総部を代表いたしまして、高いプログラムでございますが、お疲れ様でございます。ありがとうございます。また昨日よりですね、応援団総部の活動にご理解をですね、大変積極的な、ご支援をいただいております。関係者の皆さん方に改めてお願い申し上げたいと思います。誠にありがとうございます。応援団総部は、ご承知の通りですね、学院の関西学院のスクールモードにある正井小松崎さんのもと、62年が抱えておりまして、指導部と、応援団総部と、そして、失礼します、指導部と吹奏楽部と仕上げ団の3部から構成されています。日頃は、学院の大学のそして、各で放送会、支部、そして何よりも大会の、応援活動、演技等に従事させていただいておりまして、数えますとですね、年間を通じて、コロナがありまして、本格的に活動しておりまして、なんとですね、200回以上くれる、活動をさせていただいております。まあ、時には、3部それぞれ、手分けして、また2部だけでなっているなっているわけですけれども、200を超える会場、また催しのようにですね、演舞をさせていただいております。そうした中で、この本日開催させていただきます総部祭はですね、3部が揃って日頃、応援活動、主役は皆さんであるわけですけれども、この総裁はですね、3部が揃って、まあ、言ってみると自分たちが主役としてですね、日頃の練習の成果であるとか鍛錬の成果をですね、披露させていただく年間を通じての唯一の場となっております。どうかですね、温かい日本庭の気持ちでですね、ご鑑賞いただきまして、そして、楽しんでいただければと思うところでございます。なお、今後の予定としましては、本年度ですね、総部70周年を迎えました吹奏楽部は12月の1日にですね、広島にて、記念の演奏会を予定しております。また、12月の26日にはですね、東京芸術文化センターで吹奏楽部は定期演奏会を予定しております。また、千葉県のドルフィンズは、12月の20日にですね、尼崎のアルカイックホールにて、文化フェスティバルを予定しております。そちらの方もですね、お越しいただければ幸いでございます。最後になりましたが、改めて、御礼を申し上げまして、誠に少しではございますけれども、顧問のご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。